YouTube でライトトゥライトエクササイズ32、花です。この動画はこの本の書くためのエクササイズを私が実際にやってみて解説レポートしていく動画です。よろしければ一緒にやってください。では今日の内容はこちらになります。32、修行。1日を書き出す。書くことはプラクティスということについてお話ししたいと思います。はい、では早速この本の32番目の修行という項目のエクササイズを先に読みます。187ページです。一人で静かに書くこと。ノートを広げ、あなたの一日について細かい点まで書き出す。あなたを人生の主役として描写しよう。あなたはどんな姿をしているか、どんな選択をしているか、登場人物としてのあなたは何を夢見ているか、何を愛しているのか。ホットジャズを聴いたり、快活なフォックステリアを散歩させたり、中華料理が得意だったりするのだろうか。あなたが小説の主人公だとしたら、誰があなたを書き上げたのだろう。あなたは普段何を読んでいるか。自分をフィクションの登場人物のように描写しよう。45分経ったら書き終える。何がわかったか。自分を登場人物として眺めて気づいたことを15分で書き出してみよう、というエクササイズになってます。はい、これも面白かったです。じゃあ後でちょっとご紹介したいと思います。はい、それでは本文も、見ていきたいと思うのですが、この項目はですね、まず修行っていうタイトルで、修行ってなんかちょっとなんだ厳しそうっていうか、なんか古臭くて辛そうみたいなね感じがあるんですけれども、ここですね、原書ではプラクティスっていうね、言葉になってました。まあ練習とかね、そういう意味合いもあると思いますので、なんかね、修行って言葉だけ聞いちゃうとね、ちょっとなんか辛そうみたいな感じがするんですけれども、はい、原書の言葉はプラクティスっていうタイトルでした。はい、では本文の、印象的なところを読んでいきたいと思います。まず183ページです。ノートは心にとっての涼しい洞窟で、人生について瞑想すると同時にそれを味わう場所でもある。仏教用語で言うなら、書くことは修行なのだ。そう、修行そのものだ。書くことは繰り返し行われるべきことだし、繰り返すことによって上達するが、完璧に行う必要はない。それから185ページ。書くことは人生を慈しむ行為で、愛の行動だ。あらゆる偉大な愛がそうであるように、書くことは具体的で概念的ではない。よく書きたいなら、具体的になる修行が必要なのだ、というふうに書いてあります。はい、私はここを読んでですね、この本のエクササイズではないんですけれども、最初にもちらりとご紹介したこの本のですね、文章のデッサンっていうワークを思い出しました。はい、そのワークをですね、私最近朝活でいろんな皆様にご案内してるんですけれども、それはすごいシンプルで簡単なワークで、ただ5分間目の前にあるものをひたすら描写していくだけっていう、文章のデッサンっていうワークなんですけれども、そのワークをですね、やった方がなんかね、5分間目の前のものをただ書いただけで、なんか結構いろんなね気づきが起きてきて、例えばですね、まずこんなものがあったんだってまず気づくっていうことなんですね、書き出すことで。はい、それで気づくことでそのものを意識して、そしてそのものにね、愛着が持てたりとか、改めてね、その愛の絆みたいなものを感じたりとかってすることがよくあるみたいなフィードバックをですね、複数いただくんですけれども、なんかこの項目でジュリアさんが言ってらっしゃる書くことの、修行、書くことのプラクティスっていうのも、なんかそんな意味合いのことなんじゃないかなと思って、はい、でそれをジュリアさんは毎日本当に修行するように続けていくことが大切なんだっていうふうに書かれてると思います。はい、それでですね、このエクササイズ私もやってみたんですけれども、45分間自分の今の生活について描写したらですね、やっぱりいろんなことが分かって面白くって、なんかですね、まず私はすごい単調な生活をしてるっていうことが分かりました。はい、イベントの日とかね、お出かけの日はまた別なんですけれども、なんか家にいる時はほとんどなんか2階にね、私のこの部屋があって、デスクがあって、でほとんどその机に向かってなんかノートに書き物をしていたりとか、パソコンに向かってパソコンで書き物をしていたりとかして、でお腹が空いたら1階にキッチンがあるんですけれども、キッチンに行ってご飯を作って食べて、また登ってきて机に向かってとかってね、すっごいなんか狭い範囲でしか動いてないなっていうことに気づいたりとかで、なんか旗から見るとね、なんか本当になんか修行してるみたいだなこの人と思って、別の意味でなんか何をこんなにこの人は熱心にやってるんだろうみたいなね、なんかそんな感覚に、客観的な感覚になってね、ちょっと面白かったです。はい、
それからですね、もしこれが小説だとしたら、あなたの生活が小説だとしたら誰があなたを書き上げたのかっていう質問があったと思うんですけれども、私ね、昔吉本バナナさんの小説が大好きですごい読んでたんですけども、なんかね、ふとなんかそういえば吉本バナナの小説とかに出てきそうだな、こういう人とかってちょっと思ったりとか、なんかね、アート系とかスピ系のちょっとなんかマイナーな仕事をしていて、でちょっとどんくさい女の人みたいなね、なんか、はい、そんな感じとか、なんかね、自分が好きだった作品の雰囲気みたいなものをいつの間にか自分の生活の中に何でしょうね、取り入れてるというか、まとってるというか、なんかそんな感覚になって、すごくね、面白いなというか、なんだろうな、なんか味わい深い感じがありました。はい、でこのエクササイズはですね、どんな平凡な生活を送ってると思ってる方でも、きっとね、書いてみるとね、何かしらこう味わい深いところとか、なんかね、素敵な雰囲気とかに気づくんじゃないかと思いますので、はい、ぜひですね、皆さんも自分の生活を一日を書き出してみるっていう、このエクササイズ、ぜひ面白いのでやってみてください。はい、では今日はこのくらいにしておきます。ではまた。